はい、2月19日朝7時13分の相場解説になります。これ1時間のドル円見てるんですけども、ちょっと失敗しましたね。何が失敗したかっていうと、ここです。これはちょっと私取れてるはずですね、自分の力でしたら。ここなんで取れてるかっていうと、今黄色いゾーンを引いてますよね。ここにこのゾーンが私だったら引けてたはずなんですよね。まあ、ここから力点が入っていて、このスラストが起きていてですね、が下がるんだけども、同じこのゾーンで、こう上昇しているところを見ればですね、今昨日の時点でこういうふうに落ちていったところで、もう一回ここを通って上昇に向かう買いのエントリーができていたんじゃないかなと思いますけども、ここのところのね、予想外れでちょっとネガティブになっていたというか、休めたいな、頭休めたいなみたいになっちゃったんですよ。で実際相場を離れるみたいなことを言いながら月カードを過ごしてましたよね、で今水曜日になって冷静に見ると、あ、こういうふうに振り返ってみればよかったんだっていうふうに本当に冷静に見えてるんですよね。じゃあこの後どうなるかってことですけども、今回ね、もう一回だけもしこっちにね下がるようでしたら、ここから上昇することにかけて買いエントリーを入れてみたいなと思います。その前にこの流れが起きてきたら、下の流れがもう売りでもエントリーを取ってね、往復ビンター狙っていこうかと思います。現在のところ、黒で書こうかな、赤がいいかな、赤で書きますね。 V がここに1個あって、もう2個あって、もう1個3個書かれるのかなと。そして結果ここにレンジがね、レンジオプションがこういう風に引けているということにならないかなと思いながら、今日の行方を見てみようかと思います。で仮にですね、ここを突き破ってこれがずっと上に向かっちゃうようでしたら、また別のことを考えます。本日は以上です。